星下問屋とは、江戸時代に星下などの魚皮を扱った問屋のこと。魚皮の使用開始は、戦国時代と推定されているが、近世に入り木綿、菜種の栽培に適して、速攻性の高い星下などが急速に普及した。上方においては、木の国を生産の拠点として、兵庫や境に魚皮市場が早くから成立していたものの、本格的なものは、寛永元年に、 大阪永大浜に星川揚げ場を創設して以後、どん屋が増加して、上皇2年にエビス港と呼ばれる団体を形成した。江戸においては、情報方面から房総半島に移住した漁民によって、星川が作られて、江戸に搬入された。明和年間に書かれたとされる、関東岩島未来行きという本には、歓永13年に、長子から江戸に向けて初めて星川が搬出されたと、 記されている。これについては裏付けは乏しいものの、当時の関東における星化の普及の状況についての資料などからして、これ以前に遡る可能性は低いと言われている。とはいえ、当初の関東における星化取引の中心は、主産地であったカズ安房に近く、上方にも先瓶が通じた、裏がであった。関永19年裏賀の星化問屋が、 江戸幕府の公認を受けている。元禄八年に、深川に初めて上げ場が設けられて以後教法年間には、深川界隈に4箇所の養上を設置するに至った。江戸は、裏賀に対抗して、新興生産地であった上佐北部から下宇佐にかけての九十九里浜沿岸の網元や、これに付随する網付商人と結びついて、原文四年に、幕府より株仲間としての公認を受けた。 江戸の星か問屋の発展は目覚ましく、特に法歴年間のイワシの異常不良に由来する不強化を乗り切って没落の危機を迎えた生産地や他都市の問屋を横目に目覚ましい発展を遂げた。生産地間の争いにおける数差、暗房の没落によって裏側を圧倒し、続いて仲間同士の内紛と需要の余りの高まりによる 最国における星下流通網が崩壊したことによって、中継地点の地位を失った大阪をも圧倒して、日本全国に市場を広げた。さらに当初は生産者である網元に従属を余儀なくされていた、生産地との関係も豊富な資金力による、中小生産者の前貸資金、仕込み金を通じた支配により、逆に、暴走やキーの網元、網付け商人たちを圧迫して問屋制支配を、 確立した。やがて、三陸地方や江戸地の生産地をも掌握して、まさきものと呼ばれる二神原料の魚皮の販売にも力を注ぎ、幕末には星会場のシェアを占めるようになった。これに対して、生産地の網元や在地商人、たとしの富や領主権力なども、天保の改革による株仲間廃止などを利用して、江戸の星家問屋を攻撃して巻き返しを図っている。 こうした星かどんやは明治以後に近代的な肥料会社への転換まで続くことになった。ありがとうございます。